皆さんこんにちは。私のチャンネルへようこそ。2024年3月に放送作家を引退したのを機に小説スマップを歌ったもう明日が待っているを観光。スマップの素顔を余すところなく描き出したのが鈴木治さんである。テレビの世界を離れて半年、今こそ語れるスマップ論を存分に披露していただこう。今回はスマップのリーダー、中井雅宏について。 あの、最後の放送で見せた行動の意味とは、全2回の2回目、前編から続く、僕はスマップ、SMAP×SMAP、2放送作家として番組開始時から関わっていましたが、木村拓哉さんとラジオをやっていたことがきっかけで入ったため、最初は中井さんのコントを書くことはありませんでした。でも、2年ほど経った頃、SMAP のマネージャーだった飯島みちさんが、 今度のコント、あなたに書いてほしいと中井が言ってたよ。そう教えてくれました。飯島さんはその時続けて、おめでとう、と言ってくれて、僕もすごく嬉しかったのを覚えています。だって中井さんのプロデュース力は、一緒に仕事をしている誰もが分かっています。みんなが彼に少しでも認めてもらえるよう、精進したくなります。中井さんの、 物事を俯瞰する力は凄まじい世の中が SMAP というグループをどう見ているか彼には常に分かっていましたグループとメンバーへの愛が深いゆえ実態を必死に見ようとしていたのだと思います SMAP こそ一番のゲストと考えて2013年 SMAP×SMAP の番組企画としてメンバーだけで行く5人旅が実現しました これを発案したのは中井さんでした。当時は、スマップ×スマップの裏番組にしゃべくりセブンが台頭してきたり、男性アイドルグループとして、嵐が人気を博したりして、番組スタッフは危機感を抱いていました。僕ら制作人は、もっとインパクトのあるゲストを呼ばなければ、と焦るばかりでした。それまで25年の歴史の中で、日本のトップスターはもちろんのこと、 マイケル・ジャクソンまで出演した番組ですから数字を取るには大物ゲストが必要だという発想に凝り固まっていましたその時中井さんだけはそうじゃないとはっきり主張しますスマップこそ一番のゲストだと考えてほしいと訴えましたそれぞれいろんな番組をやって活躍してる5人が週に1回だけ全員揃うのがこの番組なんだ SMAP が5人でいることを楽しむ意識を持ってほしいというのです。どう思いますか気に入っていただけると嬉しいです。また次回お会いしましょう。